前回は、金木たちのアジトに行って金木はいなかったから、外に探しに行くっていうことで、出てきたんでしたね多分。さあ行こう。あれ、あそこにいるの、リオ出た。どうかなんかちょっと、うん、まあいいや。ん、学校帰り。うん、あんたこそ何やってんの。うん、ちょっと探し物、探し物。金木のことを物というこの畜生そっか、まあさすがに十日には喋れないよな。あんまり危ない真似すんなよ、あんたさ。え、あ、うん、気をつけるよ。かわいい、じゃあね。公園で何やってたんだろう、何をしてたのかな。あれ、あれ、メインシナリオ、あ、そうか、こっちか。お、いろいろあるんだ、メインシナリオって。なるほど、どこ行こうかな。金木さんを探してる中、月山さんと会う。居場所を知ってるといいんだけど、行ってみようか、月山。金木くんが、あ、あれは、ボンジュール、ボンジュール、ボーイリオ。あの、月山さん、その呼び方はちょっと。はは、はは、これでも、親愛の情を込めているつもりだが、君はムッシュという年齢でもないだろう。ムッシュも嫌だけど、あの金木さんを探しているんですけど。僕はいつだって探しているよ見つけたら真っ先に僕に教えてくれたまえ、ボーイリオ。どいつもこいつも知らねえだろうな多分。まずなんて言うんだろう、店長とか当家に会った時点で金木のことは喋れないしな、まあ、とりあえず金木のアジトに戻るのはまた後で。一応バンジョーが出てくるらしいから。あそこにいるのはバンジョーさん。おう、リオ、お前金木見なかったか。お前も探してんのか。おい、いえ、今日は会ってませんけど、実は僕も金木さん探してたんです。そうなのか、たく、どこに行ったんだか。行き先は告げてないんですよね。ああ、たまにな、フラットどっか行っちまうんだよな。手分けして探そうぜ。俺を見つけたら連絡するからよ。はい。どこ行ったんだろうな。バンジョーにも連絡先じゃねえわ、外出先言わねえってどういうことだ。とりあえず終わったかな。とりあえず終わったから行ってみるか。帰りを待つ少女。お兄ちゃん見つかった？うん、どこにいるかも見当つかなくて。どこかな、お兄ちゃんが行きそうな場所。でもひなみより他の人の方が詳しいかもしれないです。そっか、ありがとう。ちょっと他の人にも当たってみるね。ありがとう。いやー、今他の人に当たってみたんだけどな。もうこのアジトにいるのは大体当たったぜ。あー、誰もいない。同じとこは行かない方がいいんだよな。で、金木の居場所、うわ、ヒデだ。ここ行ってみよう。サブだけどメインじゃないんだよな。ウィスウィス、よ、お前アンテイクの新人バイトだろう。トウカちゃん元気？どうも、中近秀吉。ヒデでいいよ。君は？リオです。アンテイクにたまに来る人だ。適当に話を合わせるか。よろしくな、リオくん。あ、はい。なあ、最近金木見たか？寂しそう。いいえ、あいつ何してんのかね。学校に来なくなってからだいぶ経つし、メールしても返事すら来ねえ。店にも顔出してないんだろ。あ、そういやお前なんで金木のことを知ってるんだ。お前がアンテイクに来たのって金木がどっか行った後じゃなかったか。あ、はい。でもアンテイクの人たちがよく話してくれますから。そっか、そっか、それ聞いて安心したよ。それってつまりあいつの居場所がちゃんとあるってことだもんな。はい、ヒデさんの言う通りだ。アンテイクのみんなは今でも金木さんの帰りを待ち続けている。うん、あ、なんかちょっとシリアスっぽくなった。お袋さんが亡くなってからあいつにはずっと居場所がなかった気がするんだ。家でも学校でもあいつなんかずっと肩身狭そうにしてた。大学に来てやっといい顔で笑うようになったかなって思ったんだけど、そんな時事故にあって、その後無事に退院してきたんだけど、そのあたりからあいつまた居場所なくしちまったように見えて、アンテイクがあいつの新しい居場所だったんだな。嬉しそう、いいやつだな。なのに大切な居場所と親友であるこの俺をほっぽって、あいつは今どこで何してるんだ。さあ、
なあ、あいつから連絡あったらすぐ俺に教えてくれよ。あいつ誰かに迷惑かけるのはすげえ嫌がるから、もし連絡するなら迷惑かけてるそっちが先だと思うからさ。わかりました、頼んだぞリオくんよ。どこ行ったんだろう、なんかもう完全に行方不明みたいになってんじゃん。口調は軽いけどすごく真剣な表情をしてる。金木さんのこと本気で心配してるんだな。じゃあこれ俺の連絡先よろしくな。本当にいい友人同士なんだろうな。金木さんが羨ましいな。お、いいぞ、また後でつけよ。あー、サブを、うわー、これやつだ。あやとだ。どうしようかな。でも暇つぶしとかじゃないよな。またこれ長近か。でもこれ多分ヒデだろう、追いかけてるのって。どうしよう、歩いていたらにするか。なんかサブを同じとこ何回も行っていいのかなこれ。あれ、適当に歩いてたらヤバそうな雰囲気のところに来ちゃったな。薄暗いしなんか嫌な感じがする。長いはしない方が良さそうだ。早く出よう。おいお前、出たなんだこいつ、いつの間に後ろに。全く気配を感じられなかった。ここで何してんだよ。別に何も、もう行くから。おい待てよ。うわ、あれ、この顔どっかで見たことがあるような気がする。匂うな。お前グールだろ。図星刺されたくらいで顔色変えてんじゃねえよ、ダセーな。誰に断ってこの辺りを歩いてんだ。別にただなんとなく。なんで殴るんだ。荒っぽいな。そんな嘘誰が信じるかよ。いや、やっぱりこいつもグールか。まあいい、邪魔者を排除するだけだ。ちょうど暇してたところだしな。僕は暇じゃない。はあ、てめえの都合なんか聞いてられなんだよ。聞いてねえんだよ。いいからおとなしく俺にやられろ。クソ、やるしかないか。マジ、へえ、目つきが変わったな。雑魚は雑魚なりに俺を楽しませろよ。お前顔変わりすぎだろ。マジか。お、なんか気力回復こっちの欄につくのか。でも 5% 回復ってさ、 5% 回復って意味あんのか。意味ないような気がするんだけど。これ勝てるのねえ。これ勝てんのかな。やるしかねえ。うかくを4つ重ねてスキルだね。もうなんか泣きみたいになりそうなんだけど、つかいきなりあやとって勝てねえだろ、どう考えたって。うわ、間に合わねえ。強いんやけど。うわー、ミスった。負けたわ、強すぎだろ。これ普通に勝ってんのこれ。あ、負けてよかった感じこれ。それはないよね。ダッセーな、お前なんかじゃ刀なしもなれしねえぜ。この役立たずが、クソ勝手なこと。お前なんか殺す価値もねえぜ。死にたくなかったらもうこの辺りをうろつくんじゃねえぞ。あー、負けイベかなこれは。クソ、次に会った時は見てろよ。マジか。あー、びっくりした。遭遇率 62% に跳ね上がっちゃってんだけど。まずいぞこれは。でもサブを潰すしかないよね。あ、ルチだ。ルチ。長地下で行くか。この音、キジマだ。マジか、62% だぞ。それとも、ここで何か。マジ、見つかっちゃったの。一体どうすれば。このゴミ箱の影に。どこだい、ほら出ておいでよ。行ったのか。はあ、あ、これ出てくるパティーン、助かった。あ、出てこないパティーンかなこれは。おお、出てこなかった。すご、誰かに後をつけられてるみたいだ。グール捜査官、鳩か、それとも青霧の木。おい、はい、ん、あれ、なんでって僕は期待くらいだけど、一体何の用だろう。すまねえ、悪い人違いだった。でもまあ相手がお前でよかった。全くの他人に声をかけたら恥ずかしいことになってたぜ。
ん、僕を誰か別の人と見間違えた。いや、自分でもわけわかんないんだけど、お前の後ろ姿見て金木だと勘違いしちゃってさ。え、なんだろう、落ち着いて 見ると似てないのに、雰囲気っていうか気配っていうか、どっかに似てるところがあるんだろうな。この人危険だ、妙に鋭いところがある。なあ金木、まだ店にも連絡よこしてないのか。はい、はい、たく、困った時に手を差し伸べるのが親友だろ。俺は金木を助けたいのに。多分グール絡みの問題に巻き込まれてるはずなんだ。すまねえ。ああ悪い、いきなりグールだなんて言ったら驚くな。でもさ、ちょっと前まで俺たちよくグールの話題で盛り上がってたんだ。グールの想像図描いたり、もし恋人がグールだったらどうするとか話したり。でもよ、あいつちょっと前に事故に遭ってさ、退院したあたりから俺がグールの話題を振ってもあいつ微妙に避けるっていうか、目をそらすっていうか、そんなことがあったんだ。だから俺はあいつが今グール絡みのトラブルに巻き込まれてて、それで俺に迷惑かけたくないからあえて連絡を絶ってるんだと思ってる。どう思う？さあどうでしょう。まああくまで仮説なんだけどな。ところでさ、なんかお前顔色悪いぞ。ちゃんと飯出た？ちゃんと飯食ってるか？は、はい。そっか、それと前から聞きたかったんだけど、アンテイクって まかないちゃんと出てるか？え、なんでそんなこと聞くんだ。ま、余計なお世話なんだけどさ、俺アンテイクのメンバーが食事休憩とかしてるの見たことなくて。この人気づいてるのか？なあ、ひょっとしてあの店てんてんてんごくりブラックなんじゃないか？ほら、時々あるだろ、信じられないくらいブラックな。あるね、俺も。うん、やめとこう。安い時給で飯も食わしてもらえずにサービス残業。あの店長優しそうな顔して意外と腹黒だったりして。もうワンチャンあるな。あはは、そんなことないですよ。店長には本当によくしてもらってます。それにたまにパフォーマンスでサンドイッチとか食べて店出るし。パフォーマンスじゃないだろう、あれは。なんか指導っていうかさ、お手本っていうか。俺貧乏学生だからいつもカプチーノしか頼まないけど、トウカちゃんの手作りサンドイッチ食ってみたいな。あ、でもなんか男の店員さんも料理はうまいんだろ。あの人の作ったサンドイッチも興味あるな。確か、いや、野縁じゃねえよ、魔縁だろ。野縁じゃなくて魔縁だけど、どうしてそのこと知ってるんだ。いや、直接聞いたわけじゃないんだけど、ドヤ顔で語ってるのが聞こえてきたんだ。なんか俺も昔は悪だった系の自慢話だろ。チームのリーダーとしてブイブイ言わせてたみたいな。まあ大体合ってるな。それにしてもとぼけてるような、それでいて妙に鋭いような、この人不思議な人だ。あ、また暗い顔した。それ金木と同じ顔だ。やつはな、顎を触る癖があるんだよ。そっか、お前と金木はダブったのはどっちも一人で抱え込むタイプなんだから。え、だからかな、抱え込むタイプ。僕が金木さんも当たってるだろ。まあ否定はしないけど、とにかくもし悩みがあったらあんま抱え込まないで周りに相談しろ。隠されるとかえって周りにとってはきついぞ。わ、はい、かりました、じゃあな。でも嫌いになれないタイプだ。うわー、出た、気力回復回。あー、 10% ならまあ使える方かな。まだ出ないか。ってことはサブ全部潰さないとダメなのかな。暇つぶし、今回はサブミッション回だな。さてと、どこに行ってみるかな。ん、あそこにいるのは錦さん。うまくそ。ん、イケメンだな。あー、リオか。こんなところで何してるんですか。たくよ、買い出しだよ、買い出し。たく、なんで俺がこんなこと。え、で、え、リオはここで何してんだ。大雑把に言えば手がかりを探して。あー、今これ金木っていうよりジェイルを探してんのかな。あんまり余計なことに錦さんを巻き込みたくないしな。何黙って見てんだよ。いて、何やってんだって聞いてんだよ。それとも言えないようなことか。いやらしいな。いやらしいって、用もなくブラブラしてんな。アンテイクのシフト入れるよ。してんなら、あ、ブラブラしてんならアンテイクのシフト入れるよ。俺だって忙しいっつーの。すみません、すみません。だいたいこんな退屈な街散歩してても楽しくねえだろ。錦さんはあんまりここは好きじゃないのかな。まあ何にしろあんまり用もなくぶらつくなよ。ぼやっとしてると鳩だけじゃなくグールにまで餌にされちまうぞ。確かに中にはキジマみたいなやつもいるしな。どうした、マジな顔になってよ。いや、なんでもなあ。暇つぶしにさ、俺が稽古をつけてやろうか。稽古って戦闘の訓練ってことか。このままだとお前いつ死んじまうかわからねえからな。
コクリアからの脱獄者ってことで目つけられてるだろ。 CCG が躍起になって探しているのはジェルの方だけど、手配が回っているのは間違いない。どうやら乗り気みてえだな。じゃあちょっと場所を変えようぜ。はいって言ってないんだけどな。錦さんって強いのかな。どうだろうね。ここなら気兼ねしねえでいいだろ。地下じゃんここ。どっからでもかかってこい。手加減する必要はないぜ。全力で来い。経験を積んでおいた方がいい。もしもの時のために錦さんの実力を知っていくのはいいことだし。行くぜ。あー、これ変えるか。これを会議にして行こう。勝てんのかな。とりあえずブレイク狙って、相手は攻撃してる間にスキル貯めてって感じかな。うーこうビーで浮かく貯める。浮かく、うわー、やべ、しくった。浮かく出ねえ。あ、うかく出なかったんだけど。あ、スキル使ったらよかったかな。うかくと広角と、あ、ここから左に行けば全部破壊できるな。うかく出ろ、うかく出ろ、うかく出ろ。出た。とよいしょ。広角、輪郭、尾角かな。はい。よし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 、なんとかいけそう。このまま押せば。おい、やべ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 。はい、終わり。この一撃に全てを。よし、やっただろ。クソだぜ。いやー、まあ、なかなか戦闘分かってきたけど、ミスがな多いな。ちょ、タッチパネルじゃないからさ、いちいちカーソルを移動させなきゃいけないっていうのはきつい。思っていたより弱い。おいおいおい、お前それはちょっと、お前なかなかやるじゃねえか。はあ、どうも。くそ、ちょっと手を抜きすぎたか。クソが。すみません。すみません。謝ってんじゃねえよ。負けてやったんだからありがとうございますだろうが。ありがとうございます。やめろお前、負けをしめ、お前。はい、ありがとうございます。なんか変な感じだな。万能活性化、アクティブステータス上昇、10秒間自身の攻撃力が微小アップか。中アップぐらいとかあるのかな。中アップ、大アップみたいな。なんだクリアって。これ他にもいけるってことかな。じゃあ稽古、あーなるほどね、新しいのが出た。ちょっと待って、同じとこ行ってみようか。じゃあどこ行こうかな。月山、もう一回見てみよう、アジトをね。ちなみに考えてみたの、お兄ちゃんが行きそうな場所。やっぱ変わってるな中身。本当？うん。うん。お兄ちゃんは本が好きだから本屋さんとか、本屋か。たくさんありすぎて回れないな。あとは図書館とか。とにかく本がありそうな場所ってことかな。ちょっと探してみるね。ありがとう。うん。かわいい。ってことは本屋がサブミッションに出てくるのかな。出てないね。帰りを待つ。しつこく尋ねる。まるでひなみが目当てのように。ひなみずっとお留守番ばっかなんだ。だからリオさんが来てくれて嬉しいよ。うん、俺も嬉しいよ。本当？それならよかった。そういえば僕昔は留守番ばかりだったな。兄さんのこと待ってたんだ。そうなんだ、ひなみと一緒だね。リオさんは一人の時何して待ってたの？近所を散歩したり、拾ってきた本を読んだりとかしてたかな。読めるの字。ひなみも本読むよ。今はね、これ読んでるの。すごいね、ひなみちゃん。そんな難しそうなの読めるんだ。僕には無理かも。うん、私もスラスラ読めないよ。お兄ちゃんが帰ってきたら、わからないところ教えてもらうの。そうなんだ、優しいね。うん、お兄ちゃん帰ってこないかな。あんまりひなみを尋ねすぎると、ドアにチェーンロックかけられそうだから。月山州、どこ行こう。それで金木君は見つかったかい？いえ。ふむ、我が主はケイティ。ケティ、猫のように気まぐれだからね。ケティ、月山さんっていろんな言葉を知ってるんですね。他の国のものとか。語学というのは単一では未完成なものだからね。なんか混ぜて使うと、某ルー大島みたいになるからやめろ、ほんと。例えば、愛をささやくなら、フランス語というのはよく聞くだろう。
歌うのであればイタリア語、勇ましきドイツ語の響き、もちろん情緒豊かな日本の言葉も素晴らしい。僕はその時々にシチュエーションで必要な言葉を使うようにしているんだ。その方が僕の感情がよりダイレクトに伝わるだろう。知るかよ、そんなことまで考えたことなかった。でも相手がその言葉を知らなかったら成立しないような。母リオ君、それは僕の中で伝わっていればいい。なんだこいつ、自分の世界観がすごいんだな。あんまこいつのとこ行っても意味ねえわ。口達者な紳士。金木見つけたいな。いないのかな。とりあえずここ行くか。遭遇率さ 100% なんだよね、どこ行っても。もうこれ帰りを待つ少女のとこ行っても 100% なのかな。あ、違うわ、さすがに。お兄ちゃん帰ってこないかな。この家には戻ってきてないみたいだ。おい、これはスキルあれだね、ステータスの方のスキルかな。まあ遭遇率 100% と言いつつ、ここ行ってみようか。あ、来た、またあいつが。あ、やばい、セーブしてない。ここでセーブできんのかな。いや、でもここでセーブ、うん、まあいいや、もう一個のとこにセーブしとこう。もういいかーい。一体どうすれば。隠れれるなら俺は隠れる。このゴミ箱の中影に絶対見つかるから。もう2回目じゃんだって。ほーら、出ておいでよ。行ったのか。はあ、助かった。あれ、遭遇率 100% なのに見つからなかった。すげえ。俺だ。その後そっちはどうだ。あの声、ルチ。こっちはこれから新入りを引っ掛けに行くぜ。新入りって誰のことだろう。で、メンツは集まってんのか。ああ、肉の供給は面倒だけど、集めておいた方が説得力が増すだろう。今からあとは姉さん迎えるだけって状態にしとくんだ。話してる相手はその仲間なのかな。前の方は全然ダメだな。下っ端まであのマスターにしつけられてやがる。え、前、駒さんのこと。ん、誰だ。しまった、なんでこんなところで立ち聞きしてやがる。いえ、あの、聞いたような声だなと思いまして。その、その姉さんって誰のことですか。わざわざ来てくれるとは都合がいい。俺に殺されろ。俺こいつ倒したっけ、前回倒したんだっけ。あ、もう覚えてない。万能活性化、まさかのこっち。まあ多分攻撃スキルしか使わないから。なんか戦闘増えてきたな、急に。もう今回3回目4回目知らんけど。はい。はあ、マジ、くっそ、マジか。一撃ですか。ああ、そうですか。ざまみろ、こいつを手始めに俺はあの人を絶対取り戻す。だからあの人って誰だよ。やられちったよ。ちょ待って、この画面が出てくるとやばいから、ちょもう一回ここに戻るっていう。俺は学んだ。でちょっと飛ばして、あ、そうか。だってこれさ、勝てないじゃん絶対。多分だけど、何回も挑むようで悪いけど、多分これ勝てないんだよね。逃げるわけにはいかない。ブレイクさせたけど、ほら、つえ。つえな。どうしようか。これ多分また最初からになっちゃうから、またね、また最初から、今回のパートの最初からここまで持ってこなきゃいけないっていう。最後のマップからリトライできます。リトライしますか。はい。あ、こっからできるんだ。あ、じゃあいいや、ここは行っちゃダメなんだよね。ちょっと一回ここでセーブしとこうね。そ
遭遇率 100% ってことはあれなのかな、見つかる場合もあるってことか。このクリアーっていうの結構気になるけど、あやとはあやとはダメ絶対。当館とこ行ってみるか一応。また声にいるこいつ。兄貴のことを助けられたらいいね。うん、兄貴か。トウカさんは兄弟とかいるの？バカな弟が一人ね。でもお兄ちゃん欲しかったな。俺もお前みたいな妹が欲しかっただよ。兄貴だといろいろ心配してばっかで疲れるし、どっかで危ないことやってんじゃないかってさ。そうなんだね。あんたの兄貴もそうだったんじゃない？そうだと思う。僕は昔から留守番ばっかだったし、ずっと心配だったんだろうな。難しいな。これ稽古つけてもらった方がいいのかな。ということで、今回のパートはここら辺に終わりにしたいと思います。ではまた次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。